僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？お願いします。よろしくお願いします。募金やってます。お願いします。ほんの気持ちだけでも結構です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？お願いします。よろしくお願いします。ほんの少しでもいいので、お願いします。お釣りで多めに小銭をもらっちゃったっていう方、よかったら、お願いします。少し余裕のある方、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。1円でもいいので、お願いします。お願いします。すいません。よろしくお願いします。お願いします。僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。よろしくお願いします。お願いします。1円でもいいです。余った小銭入れていただけませんか？ポケットに小銭入っていませんか？お願いします。少しでもいいので。もしよかったらそれをここに入れてください。お願いします。募金活動やってます。よろしくお願いします。お願いします。僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？これやり方考えよう、ちょっと。入らないって。なんで？何のために集めてるのかが、逆の立場で今考えたんだよ、今言いながら。わかるじゃん。入れづらいお金。入れれるじゃん。いや、入れづらいと思う。なんで？打ち合わせ段階でちょっとうんって思ったけど、あの時威圧してきたでしょ。うん。だから、言い出せなかったけど。なんでわかるじゃん。いや、何のために使われるとかがわからないから。客観的に考えてごらんよ。いや、客観的に考えてお金入れづらいなと思ったんだよ。入れづらいくないくないじゃん。現に集まってないから。1円もさ。これが現状なんだよ、社会の。いや、だから、入れづらいって、俺入れないもん、逆の立場。客観視しろよ、じゃあ。僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？意味わからない、これって。入れづらい。なんで？入れたくない、そんなやつ。だって、俺だったら通りすがりに、うん、僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？何を言ってんだろう。って言ってる、ほら。何を言ってんだろうって言って、それが答えだって。でもあなたは誰？それは僕は耳かきするやつ、爪切るやつ。何言ってんだろう。あなたは誰ですか？僕は募金するやつですって入れるだろう。いないよ、そんな人。で、何のためのお金か分からないから。口答えすんなよ。ほら、威圧してきた。どうする？やるの、やらないの。どっちなの？やる。僕は耳かきするやつ。僕は爪を切るやつ。あなたは誰ですか？僕は泳ぐやつ。僕は食べるやつ。あなたは誰ですか？チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。こんにちは、ジャルジャルの福徳俊介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね、冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみて、ぜひ読んでみてください。以上、小説の宣伝でした。バイバイ。ジャルジャルのネタサロンが非常に充実してござる。おいらの時代にもそういうのがあったらな。僕噂で聞いたんだ。このジャルジャルに興味あるネタサロンのこのご紹介 VTR あんまり宣伝効果ないんだって。残念な結果でござるな。不透明すぎて入るのが怖い、そんなネタサロン。ジャルジャルアイランドもチェックしてござるよ。ジャルジャルタワー。